リトルウェイは、モントセラトの町の一つ。臨時首都ブレイズに近く、ブレイズの港町として機能している。モントセラトの首都は、プリマスだが、1995年から数フリエール、ヒルズが噴火し、プリマスに壊滅的な被害が出た。これによって、モントセラトの首都機能も事実上停止したため、1997年より火山の影響がなかった、島北部にあるブレーズに、 臨時政府を置いた。それ以来、ブレーズが事実上の首都となっている。現在、ブレーズとリトルベイ付近を含めた地域で、プリマスの代わりに新首都計画が進められており、リトルベイの開発計画は、予算2247,252ポンドかけて2008年1月1日から始まり、2010年1月1日に無事終了した。また、 ダイアナ・モトウェールズ妃がモントセラトを訪れたことがあることを記念して、ポートダイアナを新首都名とする計画もある。www.books.google.co.jp スラッシュ books id イコールルドルベフワーツに IC& ピコグラムイコール r h p t アンドリーダーエスケープイコール yv イコールオネパゲ &q&F イコールコルスハット www.inves.tmontserrat.com slash where.do.inves. t slash t h e dash c a p i t a l dash t o w n slash www.web.archive.org slash web slash 20130425143223 slash http://projects.dfid.gov.uk slash project.aspx project イコール113987 ありがとうございます。